浜松市に来た皆さん、突然ですが、日本での生活で言葉の不安はありませんか？そんなあなたに良いお知らせです。浜松市では日本語を無料で勉強できるセンターがあります。浜松市外国人学習支援センターユートック。ユートックは浜松市中央区優等町に位置し、 JR 舞坂駅から徒歩約10分、浜松駅からバスで約35分、無料の駐車場、駐輪場もあるので車、自転車、バイクでも OK。 ユートックは在住外国人の日本語学習支援、子どもから大人まで総合的な学習を充実させるための施設です。日本語教室のほかには、日本語ボランティア養成講座、異文化に触れる多文化体験交流のイベント、不就学ゼロ作戦事業、地域日本語学習支援などを行っています。日本語教室では3つのクラスがあるので、自分のレベルに合ったクラスで勉強することができます。初級クラスでは日本語を初めて学ぶ方が対象です。ひらがなとカタカナから始まり、日本語での発表まで場面に応じた対話活動を通じて総合的に日本語を学びます。校外学習や防災訓練など、ボランティアと楽しみながら一緒に体験する機会もあります。中級クラスではオンラインで学習を進めます。日本語学習を通じてスマートフォンやパソコンなどで日本語のやり取りをできるようにもなります。また人間関係を意識した日本語を使えるようになることで、日本社会でより良い生活を送れることを目指します。読み書きクラスではひらがな、カタカナ、漢字といった文字学習を行います。ボランティアとおしゃべりしながら文字を学べるので、日本人の友達もできますよ。また託児サービスもあるので、子どもがいる方でも勉強できます。今病院の先生と話せます。嬉しいです。今は日本の生活で困ることはありません。受得ありがとうございます。お問い合わせはお電話か直接ユートックまでお越しください。電話番号は 053-592-1117 です。お気軽にお問い合わせください。一緒に勉強しましょう。